立花丸は東京湾汽船が運航していた貨客船。本項目では1935年就航の2代目を取り扱う。初代は東京湾汽船が大正時代に建造し運航していた392トンの小型貨客船であった。設立当初は房総半島方面への航路しか有していなかった東京湾汽船だが1907年に 東京府の命令航路として、伊豆大島及び伊豆諸島にも航路を開設する。初期には100トン級、大正時代には最大で400トン弱の小型客客船が主力を占めていたが、昭和時代に入り、下局、ハブの港の大ヒットや、三原山への相次ぐ闘神自殺による自殺の名所化によって、伊豆大島への観光客が大幅に増加した。これに先立ち、 東京湾汽船では旅客をメインとした、火客船である1929年に、菊丸を、1933年には、青い丸を建造して、観光客の増加に対応させていた。しかし、大島ブームを見て取った東京湾汽船では、青い丸の姉妹船建造計画を大幅に見直し、青い丸のバイアル大型船を投入することを、決意した。このような経緯で建造されることになった。 立花丸は三菱重工業神戸造船所に建造が発注される。立花丸の特徴としては、いわゆる流線型を上部構造に利用した最初の流線型客船であったが、当初は異なるデザインだった。大島ブームと同様に流線型ブームを感じた東京湾汽船の船務は、立花丸を流線型客船にするよう要,要請する。しかし、 南波松太郎主任設計技師の指導の下で基本設計がすでに終わっていたためサロン、船橋及び煙突の各部に流線型を採用するに止まった。1935年6月3日21時30分、立花丸は東京湾汽船の当時のターミナルである霊岩島から初の商業公開に出発し、木更津沖で時間調整の後6月4日午時に 元村沖、7時に下田港に到着した。就航後は世間のみならず船舶ファンや日本商船会からも大いに注目を集め、東京湾の女王という異名を授けられた。しかし、大型ゆえに難問もあった。それらは主に立花丸が主因のものではなく、立花丸を迎えるインフラストラクチャー、すなわち港湾施設であるとか、施錠に主因があった。 港湾施設の面では、当時の下田港や伊豆大島の港湾施設は、立花丸の接岸に対応できなかった。下田港では1937年に岩壁が完成するまで、伊豆大島では1940年に岡田港が完成するまで、共に立花丸を沖合に止めて交通線で往来していた。施錠の面では、想定したほど観光客の数が多くなく、 規制戦でも十分対応できる時期には運航を休止していた。それに加えて昭和12年に勃発した日中戦争により観光客の数は一層減ることとなった。このため立花丸は就航わずか2年足らずで休航することが多くなった。立花丸は1938年6月27日付で日本海軍に徴用され2日後の6月29日に クレチンジュフ席となる。クレ海軍交渉において、特設病院船としての改装工事を受けるが、その塗装は、戦時国際法の規定とは異なり、明灰色に、赤十字の標識を描いただけのものだった。改装後は直ちに洋子コへ赴き、傷病兵の収容に従事する。しかし、7月29日に、洋子にて、中華民国軍機7機による空襲を受ける。 爆弾自体は116ポンド爆弾であったが、うち2発が立花丸への資金弾となり、左玄部の破壊からの浸水を止めきれず浅瀬に座礁の後を横転してしまった。立花丸は9月に入って扶養し、港南造船所で仮修理の後、三菱神戸造船所で本格的な修理に入った。その間の11月8日に日本海軍籍から除かれ、 翌1939年3月2日に、開用された。修理後、開用された立花丸は、東京湾汽船に復帰するが、依然として、伊豆方面の観光事情がかんばしくなかったので、日清汽船に要請され、上海南京観光方面にて運行された。しかし、12月7日に、青井丸が、伊豆大島地市が、先海岸で座礁沈没したため、 大島航路に復帰することとなった。もっとも復帰したとはいえ、大島ブームは沈静化しており、代わりに南房総への海水浴客輸送や戸博をまで、追い勢参り用のチャーター便としても活動した。太平洋戦争勃発後の1942年5月に船舶運営会が組織され、立花丸も例外なく所属することになったが、依然として大島航路に就航していた。 1943年3月、立花丸は日本陸軍に徴用される。約半年間輸送船として、行動の後、長南停泊中の10月7日付で陸軍病院船として再徴用され、10月9日には中立国経由で連合国側に通告された。陸軍病院船に転じた立花丸は、 ニューギニア方面に進出するが、昭和19年3月14日に、南位02度14分統計124度37分、南位2.233度統計124.617度、マイナス2 2 3 3 124.617の地点を航行中に、B-24 の爆撃と、機銃走射を受ける。その後は、1945年8月にいわゆる、 立花丸事件で打破されるまでフィリピン、ハルマヘラ島方面などで行動した。福音船として活動していた頃の立花丸戦争終結後、アメリカ軍から返還の上8月24日付で日本陸軍席から除かれた立花丸は病院船仕様のまま福音船として引き上げ車輸送に使われる。福音船としての活動は1948年頃に、 事実上終わり、病院船としての設備を取り払った上で1950年2月23日付で、東海汽船に戻った。大島航路に復帰後の立花丸は、観光事情の回復とともに、ようやく本来の実力を発揮するようになる。伊豆大島との往復な他に農業船として、活動したりの映画、ゴジラにも登場する、1961年の、 第52回国際ロータリー大会の出席者輸送にも活躍。1962年8月24日の三宅島噴火では海上自衛隊の護衛艦若葉などとともに避難民輸送に従事した。1969年6月15日にカトレアマルが就航してからは神津島及び敷根島航路に転じ1973年1月に サルビア丸が巡航するのを機に引退することとなった。立花丸は昭和48年1月3日夕刻に伊豆大島を出港し、翌1月4日夕刻に竹芝桟橋に到着した航海が最終運行となり、1月7日に除籍。1月18日から19日にかけての引退イベント兼サルビア丸お披露目イベントに参加した後、1月20日に IOE に向けて、 最後の航海を行い、アイオイに到着後、93商店によって、スクラップとなった。就航から引退までの間、立花丸が運んだ、乗客数はおよそ800万人を数えた。太平洋戦争中は特設捕獲盲艇、海軍病院船として活動。1969年引退。昆明空軍飛行学校のカーチスホーク3説と、ノースロップ a 十七。 または B-10 説がある。大内戦時商戦隊には南京観光館としか書かれていない。西村 P23 ではナンバー付きの姿での引き上げは行われなかったことになるとあり、この説明に基づけば昭和23年6月のスカジャップナンバー制定後の撮影となる。ありがとうございます。